こんな町、何になるというのだ。面白い奴は、私を苦しめるために作られたのか。そうなのか。よく思い出なんか消えてしまえ。私は記憶が欲しいの。自分のことを知りたいのがいけないことなの。記憶しまった。こんなもの、帰りするんじゃない。港の青戸村でシャトルまで行くんだ。そこから空へ帰れ。逃がすことはしないよ。青戸村を狙え。カラバの奴らの好きにさせるな。青戸村はやらせんぞ。両親が殺されるのを見たんだ。そういうことも何もかも党には知っていてもらいたいって思って。そんなこと知ったってどうなるっていうの。父も母も技術者なんだけどバカだったんだよ。父には愛人がいて母もそれを知っていたのに何も言わなかった。母は仕事が面白かったのさ。こんなもの。幼馴染のファーが母親代わりに言うんだよ。カミーユやめなさいって。いつもだ。僕には嫌だった。カミーユってのは女の子の名前だ。大嫌いだったよ、ずっと。
聞いていい？今でもカミーユって名前嫌い？好きさ、自分の名前だもの。そう、私も好き。カミーユだ。お互いの居場所に戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。離れろ、その敵は危険だ。本気なのか？そう。忘れないで済むというもの。エウーゴ、ティターンズ、アクシズが三つどもえの戦いを繰り広げたグリプス戦役。その最終決戦でシャア・アズナブルは消息不明となった。この戦いで漁夫の利を得たアクシズはネオジオンを称し地球圏へ侵攻。後に第一次ネオジオン構想と呼ばれる激しい争いが繰り広げられた。それから4年、姿を隠していたシャアはスペースノイドの独立を訴えたジオン大君の意地として決起し、ネオジオンを再興した。戦争難民用コロニースイートウォーターを拠点としたシャアは地球連邦政府に宣戦を布告。小惑星フィフスルナを地球へ落とす作戦を実行に移す。シャ
シャアの暴挙を防ぐべく応戦する地球連邦軍のロンドベル部隊。そこには司令ブライト・ノアとシャアの宿命のライバルアムロ・レイの姿があった。隕石の後先、シャアは俺たちと一緒にツターンズと戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって本当に嫌気がさしたんだぜ。そりゃ分かってる。それで全ての決着をつける気になったんだよ。シャアの好きにさせるわけにはいかない。出るぞ。一方シャアはすでに作戦の目的を果たし、撤退の準備を進めていた。大佐、ギュネーガスの空域が膠着状態です。援護の必要を認めますが。エフスルナの投入は終わったのだ。総員引き上げのサインを出せ。出しましたが、モビルスーツを交代させるためにはミノフスキー粒子を散布して電波攪乱をすることができません。その分ギュネーが危険か。よし、ギュネーの役と動画を援護回収する。このフィフスを地球に落ちるのを阻止できなかったとは。シャーメン、いつの間にこんな軍備を。防衛線を立て直す。全機集合しろ。抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるなどと。
動を止めないと。制しようというのだ、アムロ。エモだよ、それは。地球が持たん時が来ているのだ。帰還するぞ。一人で行けますから。無理だ。外から見ると分かる。よくフェフスルナを守ってくれた。そしてまた空が落ちる。地球に降下したフィフスルナはシャアの狙い通りチベットのラサを直撃し、地球連邦本部を壊滅させた。情けない。シャアにやられるのを見ているだけだった。この2年間全部のコロニーを調査したんだぞ。なのになぜシャアが軍の準備をしているのがわからなかったんだ。地球連邦政府は地球から宇宙を支配している。これを嫌っているスペースノイドは山ほどいる。ロンドベルが調査に行けば一般人がガードしちまうのさ。月に行く。アムロ、第2波はないはずだ。行ってくる。うまくいけば本拠地に戻る前のシャアを叩ける。だがその頃、シャアはある目的のためサイドワンにあるスペースコロニーロンデニオンへ向かおうとしていた。その護衛として強化人間ギュネイガスが作戦士官ナナイ・ミゲルより同行を命じられた。大佐、フィフスルナでは申し訳ありませんでした。お前はニュータイプ研究所で強化して金がかかっている。死なすわけにはいかない。気にしなくてよい。支度を急げ。はい、ニュータイプ研究所所長。いえ、作戦士官殿。アムロ、私はアコギなことをやっている。止めたいのならこの私を感じてみろ。
忌まわしい記憶とともに。月のアナハイムエレクトロニクスに向かったアムロはチェーンアギと合流し、自身が基礎設計を行ったニューガンダムを受領する。ニューガンダムにはサイコフレームが使用されていた。サイコミューを応用したその技術は飛躍的な性能向上を可能にしたが、出どころが不明な点をチェーンは危ぶむ。一方シャアは地球連邦政府高官と秘密交渉を行っていた。小惑星アクシズの譲渡を条件にネオジオンは武装解除に応じるというのである。無論武装解除の申し入れは偽りであった。シャアは投降と見せかけて連邦軍を奇襲、多数の核兵器とアクシズを強奪する。核兵器を満載したアクシズを落とし、地球を人の住めない星とすることで強制的に全人類を宇宙へ移住させる。それがシャアの計画であった。アムロは会談後のシャアと偶然出会い、シャアの変説を激しく責め立てる。俺たちと一緒に戦った男がなんで地球潰しを。地球に残っている連中は地球を汚染しているだけの重力に魂を縛られている人々だ。世界は人間の絵を全部は飲み込めやしない。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。ならば今すぐ愚民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様をやってからそうさせてもらう。アムロはシャアを取り押さえようとするが、今一歩のところで逃がしてしまう。さらにシャアに同調した政府高官の娘クエスパラヤが彼のもとへ身を投じる。シャアを追いアクシズへ急行するロンドベル部隊。しかしシャアの部隊はすでにアクシズに取り付き、その核パルスエンジンを始動させていた。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。ついに地球へ向けて移動を始めたアクシズ。アムロたちロンドベル部隊はアクシズを止めるため出撃する。第2波出てくれ。艦隊の援護は現状で十分だ。頼む。ガンダム出るぞ。ケラ、とっておきのサラダ作っとくからな。愛してるよ。リガジー行きます。なんて言った。アムロ、あんたちょっとせこいよ。そこだ。
この程度の損傷なら爆発しない。大丈夫だ。まだ私をいじめんだ。解散。止めろ。動けるのは俺たちだけだ、ブライト。ああ、テウスの向こうへ回り込んでミサイルを撃つ。援護を頼むぞ。攻撃開始。敵モビルスーツの接近に注意せよ。
うだ。この後も守備よく頼むぞ。よし、ミサイルを撃て。あそこだ。大佐、あんなところに隠れて。クリス、ロンドベルのモビルスーツ、ミサイルか。こいつら核ミサイルじゃないか。ファンネルたち、一番熱量の高いミサイルだ。当たれ。ユネイが敵の核ミサイル軍を阻止してくれた。あれが強化人間の仕事だ。あの飛行機、一機で艦隊を潰す魂胆か。何？ケイラ？何なの？飛んでんじゃないの？ケイラ待て、一人では危険だ。抵抗すればこのモビルスーツのパイロットを殺すぞ。ケイラ、ガンダムを放棄すればこのパイロットを返してやる。私に構わずに。やめろ、ファンネルを外す。ふざけるな。放熱板が何だってんだ。アムロは殺せ。
アムロ、このギュネーガスの警告を無視したか。全ての動きを感知している。敏感すぎた。ストレートに防御に働いて、僕のファンネルのコントロールも悪いが、シャアがいるからだ。奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。そんな不吉なこと言わないで。覚悟を言ったまでだよ。空の虹。アクシズを止めるためロンドベルは二次攻撃の準備をしていた。だが残る艦隊戦力ではアクシズのノズルやアクシズそのものを破壊するのは難しい。そこで攻撃失敗時にはアクシズに潜入して内部から破壊するという決死の作戦が立案された。成功すればアクシズは分解し、破片は地球圏外に飛び去る。よし、三段構えだ。すまんが、みんなの命をくれ。出撃準備の喧騒の中、チェーンは奇妙な情報に動揺を隠せないでいた。サイコフレームの技術がネオジオンからもたらされたものだというのだ。チェン、どうしたんだ。私の持っているサイコフレームと太陽のサイコフレームが共鳴して未知数の機能が引き出されるかもしれないって話、信じます？それはないよ。フィンファンネルで勝てるさ。ニューガンダムは僕が基礎設計をして君が整備をしているんだから。一方、迎え撃つネオジオンはアルパーアジールを出撃させる。パイロットには
ニュータイプとして卓越した才能を見せるクエスが選ばれていた。大佐、私ララの身代わりなんですか？クエス、誰に聞いた？いや、なんでそんなことが気になる？私は大佐を愛してるんですよ。困ったな。なぜ？私は大佐のためなら死ぬことだってできるわ。わかった。私はララーとナナイを忘れる。なら私は大佐を守ってあげるわ。シャア。シャアへの執着から無邪気に戦場に出るクエス。そんな彼女を取り戻そうとラーカイラムにはブライトの子ハサウェイが密航していた。クエスを取り戻すんです。クエスは死にません。その前に取り戻します。そのためにモビルスーツの操縦だって習ったんです。様々な人の思いが渦巻く中、アムロとシャアはついに決着の時を迎える。いいな。はい、問題ありません。くるくる。マイキーが無邪気すぎる。シャアじゃない。あの男でもない。
ソ。いられるか。ダークアイランのミサイル準備はできたんだろうか。よし撃て。俺が核だ。ファンネル、そんなに数はないはずだ。そこか。アダック、ブライト、やるな。アクシズが最終加速をかけるか。曲はこちらが有利。押し込むぞ。このくらい。フレームが多い方がアムロに有利なんです。
行かせないよ。お前じゃ気が来たか。ラーカイラのアクシス見つける。工作部隊は準備急げ。もう少しだよクエス、待ってて。まだ敵がいるのか。工作部隊の作業が遅れるとアクシズが地球に落ちる。Come on!
作業、急いで。やらせん。甘い。アラーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。情けない奴。何が、貴様こそその力を無駄に消耗しているとなんで気がつかん。甘い。世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では手高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。移民どもにその才能を利用されている者が言うことか。そうかい。に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからん。貴様がいなければ。大佐、お引きください。ナナイ、男同士の間に入るな。大佐、私たちを見捨てるつもりなんですか。そこだ、甘い。パワーダウンだと。甘い。私の勝ちだな、アムロ。アクシズの後部は地球の引力で落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。ふざけるな。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。正気か。バカなことはやめろ。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。命が惜しかったら貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。バカにして。そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。情けない奴。大佐の命が吸われてゆく。アクシスの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。なんだ、どういうか。
う必要はない。下がれ、来るんじゃない。ロンドベルだけにいい思いは立てませんよ。ギガドーマまで無理だよ。みんな下がれ。地球がダメになるかならないかなんだ。やってみる価値ありますぜ。もういいんだ、みんなやめろ。結局遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押しつぶすのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん。離れろ、ガンダムの力は。これはサイコフレームの共振。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ温かくて安心を感じると。そうか、しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。アクシス、進路変更確実。地球から離れます。
クシズを止めろ。ガラーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出す。情けないやつ。何が、貴様こそその力を無駄に消耗していると何で気がつかん。なら鈴を鳴らしてりゃいいんだよ。砂向こうへ回り込んでミサイルを撃つ。援護を頼むぞ。最終加速をかけるか。交代するぞ。ここで沈むわけにはいかん。この飛行機、一機で艦隊を潰すコンターか。なのに遊んでんじゃないの。ラーカイラムをアクシズにつける。工作部隊は準備急げ。まだまだ。こっちだ。クエス、無茶だ。ユネイ、ついてきたよね。こっちだ。逃がさしないよ。こっちだ。この程度の損傷なら爆発しない。大丈夫だ。行かせないよ。こっちだ。ファイブで殺された。さすがだブライト。Oh, shit!
無茶はしないでくれ。君の腕は信頼しているのだ。大佐、でも。わかりました。かかりすぎるぞ。まだか。私の勝ちだ、アムロ。アクシズの後部は地球の引力で落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。ふざけるな。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。正気か。バカなことはやめろ。貴様ほど急ぎすぎもしなければ、人類に絶望もしちゃいない。が惜しかったら貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。バカにして。そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。Thank you.